ちらが漬け野菜肉炒めです。味が落ちないよう熱いうちに食べることをおすすめします。もしエウルワさんに何か変なことを言われたのならあまり気にしないでください。彼女実はとても優しい人ですから。なあ、聞きたいことがあるんだけど、エウルワがモンド城の人に話しかけた時、みんな彼女のことを悪く言ってたんだけど、でもさっきのエウルワとアンバー、それにサラとは仲が良さそうだし、ローレンスという姓はモンドの人にとっては拭いきれない重い意味があります。一度でもこの姓を認識してしまえば、皆さんエウルワではなくローレンスとしか見なくなるのです。ですのでエウルワさんが何をしようとも有罪になり、何をやっても無意味なのです。じゃあどうしてサラはエウルワに対して他の人と違う考えを持ってるんだ？彼女がセピロス騎士団に入った時、それはもう大騒動になったんです。大勢の人が彼女の入団撤回を騎士団に求める署名活動を行ったほどでした。一方でローレンス家の方からも一族の人たちが騎士団へと押しかけ、エウルワさんに説明を求めました。うわぁ、両方怒ってたんだな。はい、エウルワさんがどれほどの覚悟と決心を持っていたかが伺えます。幸いにも大団長ファルカさん、そして騎士団の他の人たちも確固たる意志で入団を迎えていたため、事態は収束しました。しかしそれはただ奥深くに押し込まれただけで、根本的な解決には至っていないんです。一般人から見れば彼女は騎士団の汚点であり、ローレンス家の人から見れば彼女は一族の災いでしょう。しかし彼女はただ黙々と騎士の責務を全うし、人々を助けています。私も彼女に助けられた一人なんです。エウルワさんはみんなから理解と関心を得るべき人だと思います。少なくとも公正な扱いを受けるべきです。はい、その日がやってくることを信じています。この一件が片付いたらもう一度エウルワと話してみるよ。今ならどう彼女と接していいか分かる気がする。それは良かったです。口に出さないでしょうが、きっと彼女もすごく喜ぶはずです。では行ってらっしゃい。また来てくださいね。